エジプト第7王朝はエジプト古王国、もしくはエジプト第一中間期時代の古代エジプト王朝。第6王朝の崩壊以後の分裂時代であるとされる。エジプト第6王朝のオッペピ二世の長期にわたる、在位の間にエジプト古王国の中央集権体制は破壊した。第6王朝の後に第7王朝が開かれたとされるが、その歴史についてはほとんど何もわかっていない。 その統治能力の低さは、マネトの記録に現れている。彼はエジプト第7王朝は、メンフィスを拠点としており、70日間に70人の王が在位したと記す。これは、第6王朝滅亡後の混乱を端的に表した文章であるが、マネトは、個々の王名を記録していないし70人もの王は、実際にはいなかったであろう。 はるか広代のエジプト第19王朝時代のセティ一世が作らせたアビルドス王名表には第6王朝以降の王名が記されているが信憑性のほどは半然としない。当時の王の誕生名はケンドゥ、シェマイなど当時のエジプトの貴人としてはキーな名前が記されておりおそらくは仮想の出身者が多かったことを反映している。彼らは少なくとも 同一の家系に属する人々ではなかったと考えられる。初代のネフェルカラー一世は、第六王朝のオーペピ二世の王妃ブートのピラミッド、複合体の倉庫に母を葬っており、当時の王権の脆弱さを伺われる。その実質的な支配地は広くてもメンフィス周辺とナイル川デルタ地帯の一部に過ぎなかったと考えられる。マネとは、極めて短期間の統治のうちに、 メンフィスの王によって新たにエジプト第8王朝が起こったとしているが、実際のところ第7、第8王朝を厳密に区別することができるのか、第7王朝の各王を連続した一つの王朝に属するとみなせるのか、さらには第7王朝が実在するのかどうかは明らかではない。この王朝について、確実的に定まった王の一覧は構築されていない。多くの場合、マネトによる この王朝についての記述は文学的修辞とみなされるか、当時の出来事を象徴的に述べたものに過ぎないとされる。一方で、アビドスの王名表には、第六王朝以降に在位した17人の王の名前が記載されている。彼らのうち、後半6名の王が、鳥の王名表にも記載されているが、前半11名の王は省略されている。その理由は不明だが、 鳥の王表の編纂者たちが、この11名を正当な支配者とみなさず意図的に除外した可能性が考えられる。また、この2つの資料を参照した真似等が、支配者たちを第7王朝と第8王朝という2つのグループに分けたのではないかと、する説もある。ありがとうございます。